オリコンスタイルをご覧の皆さん、こんにちは、山本萌香です。そうなんですよ、それなんですよね。暗い役とかばっかだったから、慣れないなって感じだったんですけど、でも初めそのキャストの子たちとバーって集まった時はもうずっと一人でシーンって感じだったんですけど、でも結構慣れてくるにつれてすごいみんなと話すようになったりとか、ホテルにロケバスが泊まってみんなで乗っていくんですけど、朝はやっぱりみんな寝るじゃないですか。そうですね爆睡で帰りがすごいです。修学旅行の帰りにして、ああもう暗殺大会のシーンを押します。すごいですよね、可愛いですよね、すごい一つ一つのセットっていうか、あのドラム缶自体もこの先生のこと買ってあったりとかするし、カラフルだし、もう遊園地みたいな、興奮しました、はい、やっぱ女の子同士ってあのご飯食べに行ったりとか、あとはみんなで走りに行ったりとかで、走り終わってみんなでアイス食べながら帰るみたいな、ちっちゃいって言ったらあれですけど、そんなことでもすごい楽しめるってあんまないじゃないですか。あ、そうかも。青春してました学校行ってなかったけど、その時期は、はいはい、大丈夫でしたかぐらい暑くないですか？あ、はい、なんかすごい暑そうなんですよ、まあ、そうちわ、ね、でガーってやってもらったりとか、すぐガーってやったりとかしてて、この隙間からちっちゃい扇風機わかりますか？あ、はい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 、あれでシーってやってもらったりとかして私休憩になると絶対お味噌汁飲むんですよ。わかりますか？あのインスタントのお味噌汁大好きなんですよ。お味噌汁、わかめスープかわかめのお味噌汁。最近発見したのが、はい、自分の中で、理系女子。あ、理系女子なんか答えが一つしかない問題とか大好きです、うんうん、積分とかそんな感じ。難しいな、じゃなくてユーグリッド五助法みたいな、わかりますか？わかりますか？わかりますか？ユーグリッド五助法っていう、楽しいんです。なんか解いてて楽しい、うん、あ、違うな、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっとで解けるっていうあのワクワク感が止まんない、うん、高校生以下と二十歳組みたいな、うん、男性組が分かれてました。やっぱり高校生とか中学生ってそれなりのお話じゃないですか、うん、でも大人は大人のお話じゃないですか。すごい、だからすごい、でもそっちもそっちで楽しんでたんですけど、大人は大人で山田さんとか須田さんとかすごい楽しんでました。キャストの皆さんを何だろう、まとめるというか、すごい大人だなってすごい思いましたね。そのうん、仲良くなるためにその焼肉にみんな全員一緒に連れて行ってくださったりとか、空き時間とかもちょくちょく暑いよね大丈夫みたいな、日傘とかお水とかっていうのも気にかけていたし、気にかけてくださったので、すごいこんな方になりたいなと思います。